新鮮な素材と串打ちにこだわった焼き鳥に伊那名物のローメン、気軽な雰囲気の中心ゆくまでお酒が楽しめます。今の時代、お店選びの大切なポイントは感染対策ですよね。長野県ではより安心して飲食店などを利用できるよう適切に対策されているお店を信州の安心なお店として認証しています。そんな私たちの町の安心なお店をご紹介します。伊那市街地繁華街の一角にある入船酒場酒屋商店、気兼ねない雰囲気が魅力の居酒屋です。気になる感染対策は、どこの店もみんなやってると思うんですけど、アルコール消毒、あと検温ですね。体温の高い方は控えてもらうっていうようなことしてますね。前面が窓になっているので、普段こう全開にして、あと扇風機で空気を回して、もう風通しはバッチリで、席は対面を避けて距離を保つように案内、アクリル板を設置して座席の数を減らして営業しています。まあ、以前はこういうスタイルでテーブルに箸あったんですけど、コロナの関係で今各一人ずつ袋付きの来てから箸も取り皿も提供して、あとは料理ですね、なるべく自分の箸使わない取り箸をいくら使ってもらっても結構だっていうことで使ってもらってます。お店の一押し、焼き鳥はですね、作り置きしないでその日に使う分はその日で打つ、より新鮮なものを提供したいっていう。人気のネギマ、串打ちにもこだわっています。外に皮を一巻きして肉打って、普通の刺し方よりちょっと手間がかかりますけど、パリッとした感覚と柔らかいこのももの感覚が楽しめるんじゃないかなと思って、レバーは新鮮なものしか使わないので、お客さんがとても喜んで臭みが一切ないと。伊那の名物がボリューム満点のソースカツ、分厚いカツにたっぷりかかった甘辛の自家製ソースが食欲をそそります。さらに伊那名物といえば、ラーメンじゃなくて締めはローメンでみたいな、シンプルにキャベツとマトンしか入ってないんですが、 2,3 回食べるとちょっと癖になる。うちのは特に食べやすくは作ってあるので、臭みもほとんどないですし食べやすいかなと思います。常に店側も気を引き締めて、換気をするときはする、手洗い消毒するときはするっていう、もう徹底したあれでお客さん迎え入れたいですね。コロナで下向いててもしょうがないんで、前向きに来てくれるお客さんには笑顔で迎えるっていう、そういう心構えでやってます。ご覧の業種で信州の安心のお店の登録申請を受付中です。また小売店などのお買い物では新型コロナ対策推進宣言の店のステッカーをチェックしてください。みんなで安心なお店を応援しましょう。